だったら、うん、そのもう買い入れだけ買いたいみたいな。あ、売り方はじゃあ好きにしてください。売り方も好きにしてください。八一八で売るっていうのもあるんですね。はい、あ、なるほど。手数料、はい、送料、梱包費用、はい、とか引いた手残り、はい、手残りとして150%から180%っていうのが一応想定の利益パーセント、300%出る場合もあります。はい、利益130%保証っていうのは実はこのeeBOX の中ではサービスさせていただいて、はい、1万5000円とかありますよ。はい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 、1万5000円。これはレトロな結構おもちゃで、前回に引き続き、フリマワンの加藤さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、前回はフリマワンという、はい、まあ、ツールですね、転売、はい、のツールについてお伺いしたんですけども、はい、今回はまあそのサービスというか事業というか、はい、そんな中で卸しをされているとそうなんですよ、いうことで、はい、もう僕はそっちが気になってて、まず。あ、本当ですか。はい、はい、というのも、はい、聞いたところによると、うん、利益保証をしていると。あ、そんな噂聞いてます。はい、話をいろいろと聞いてるんで、はい、これが本当だったら、うん、めっちゃいいなと思ってるわけですよ。あ、なるほど。確かに卸しで利益保証とかって多分、はい、世の中になかなかないんじゃないかなと思いますね。はい、そうですよね。はい、うん、だから本当だったらですよ、はい、それが本当だったら、うん、めっちゃいいなと。なるほど。いうことなので、その辺を今回教えていただければなと、ね、はい。もしかしたら、ね、噂だけかもしれない、はい。いや、本当に見た目も怪しいし。すいません、はい、見た目も怪しい。そこは認めます。はい。その辺、はい、うん、教えてください。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ、今回もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、まあ、実はですね、僕たち、まあ、eBOX っていうですね、はい、商品で、卸しをさせていただいてまして、はい、まあ、これすいません、すごいシンプルな名前であれなんですけども、エコ。エコボックスみたいな、ね、はい、そんな形なんですけども、はい、ちょっと、まあ、どういった卸し商品かっていう、まあ、背景の部分からもうちょっと説明していきたいなと思うんですけども、はい、まあ、多分、まあ、この動画ね、柳井さんの動画を見ていただいている方って、まあ、古物市場だったりとかリユース市場に、うん、まあ、詳しい方とか、まあ、その事業されている方が非常に多いと思うんですけども、はいはい、まあ、要は近年、まあ、このインターネット の市場 EC 市場ってすごい拡大をしているわけじゃないですか、はい、まあ、この10年で、まあ、コロナもあってコロナがさらに拍車をかけて、うん、まあ、メルカリとかもそうですし他の EC の、市場ってすごく上がっていると。で、まあ、その背景で、まあ、どういうことが起きているかっていうと、EC にはネットで販売するっていうところで大きな問題が返品があると、はい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 、いうところなんですよね。で、まあ、これは小さな規模でされているところもそうですしもう大企業、まあ、大手の EC サイトとかでもそうですし、まあ、返品ということが、まあ、その売り上げが上がるに比例して返品も増えているということがあるということが実はあります。で、まあ、この返品される商品ってどうされるかっていうと、まあ、もちろん再販可能なものっていうのはアウトレットとかで売ったりとかっていうところもあるんですけども、でもじゃあ大概の商品多くの商品って売れ残り、まあ、そういった、ね、返品されてる商品って売れ残っちゃうとか、いうところもあると思うんですけど、じゃあそういう商品どうなってるかっていうと多くの企業って実は廃棄をしてる。あ、そうなんですね。はい、はい、っていうところもあるわけです、うんうん、でなぜ廃棄するかっていうと、はい、まあ、まず一つは棚卸しの問題、はいはい、要はその在庫として抱えておくと、まあ、それに対して、まあ、税金が高くなってしまうよっていう問題であるとか、はい、あとはもう保管スペースの問題。あ、それはありますね。もう保管で、まあ、倉庫代がかかるから持ってるんだったらもう廃棄しちゃえ捨てちゃえ、で棚卸しとか含めて税金のことを考えても捨てた方がいいと、はい、いうこともあって捨ててる企業っていうのがまあ、実は結構いるというところなんですね。で、まあ、そういった返品商品とかってじゃあ僕たちから見たらまだまだ欲しい人って世の中たくさんいるよね、はいはい、っていうところがあるのでそういった、うん、まあ、大手の企業とかが小回り引かないような商品とかを我々が実は引き取って、はいはい、引き取らせていただいてそういった商品を下ろさせていただいてるっていうのが実は背景としてあります、はいはい、はい、だから非常にエコじゃないですか。古物にもつながりますね。そうですね。そういう意味では。そうなんですよ。古物市場もそうじゃないですか。普通だったら捨てられるような、まあ、人からすればガラクタって思われるような商品とかも欲しい人はいて、まあ、それが欲しい人の手に渡るからこそ、そこに、ね、市場の良さというか、社会的な意義もあるっていうところだと思うんですけども、はい、実はまあ我々もそういった規模で、いろんな企業からの、まあ、一つは返品商品。あと返品商品だけではなくてですね、もう、なんていうんでしょう、処分してしまう。例えば、まあ、ある企業が倒産しましたとか、はい、あとはモデルチェンジがあって、以前のモデルのものが、もう、
在庫型で余ってますとか、はい、まあ、そういった案件とかもまあ実は我々の方に回ってくるんですけども、まあ、要はもう一般市場価格からすれば信じれないぐらい格安になってるというような商品を、まあ、まとめて、まあ、買い付けをさせていただいているというところで、まあ、返品商品だったり、まあ、在庫型になっている格安商品とかを、まあ、我々の方で取り扱いさせていただいていると。好物ですね。そうなんですよ。市場で見かけますからね、はい、そういう商品も、はい、そうですよね、はい、見てますね、うん、はい、まあ、っていうのがまず背景と、どんな商品を扱っているかという感じです、はいはい、でじゃあ実際そんな商品が売れてるのかよというところもあると思うんですけども、はい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 、あとはどんな商品を扱っているのというところなんですけども、はいはい、これはですね本当に多岐にわたる商品を扱っています、はいはいはい、まあ、アパレルももちろんあったりもしますし、あとはガジェット系のアイテムとかもありますし、はいはいはい、スマホ周りのガジェット系もありますし、あとは本当家電機器、おもちゃ、キャンプ用品で、まあ、そういった商品を非常に安く、まあ、販売価格とかでいうと、まあ、もちろん高く売れる商品もあれば、うん、まあ、数千円、数百円になるものもありますけども、まあ、そういった商品をもうボックスとして、まあ、要は福袋みたいな、まあ、形式で販売しているという感じなんですけども、はい、あとは最近でいうと、こういった事情ってですね、日本だけじゃないんですよ。日本だけじゃなくて海外とかでも同じ状況、要は在庫型だったり、要は廃棄とか返品とかって日本だけの問題じゃないんですね、はい、で最近僕たちが今取り組んでて非常にこれは熱いなと思っているのが、うん、お隣の国韓国、はいはいはい、まあ、韓国って非常に、ね、近くて気楽に行けるんですけども、まあ、東京からでも、ね、飛行機で2時間ちょっとぐらいで行けますけども、でも実は同じ状況が起きているというところで、実は先日も僕ですね韓国の方に足を運ばせていただいて、はい、要は大手のデパート、まあ、韓国のデパートでいうとロッテさん、ロッテデパートとか、はい、あとヒュンダイとか、はい、まあ、そういったまあ、デパート、まあ、日本でいうとイオンとか、まあ、そんなイメージですね、はい、そのぐらいの規模のデパート。ヒュンダイってデパートなんですか？ヒュンダイシティモール。自動車？ああそうですね、ヒュンダイはなんて日本でいう財閥みたいな、企業なんですけども、あ、ね、はい、ヒュンダイシティモールっていう、はい、これもソウル市内に、実際にあるモールがあります、はい、まあ、そういったところだったりとか、まあ、ロッテは結構有名なんでご存知の方多いと思いますけども、はいはい、まあ、そういった日本でいう、まあ、さっき言ったような、まあ、イオンとか、まあ、高島屋とかそういうのじゃないですけども、はい、そういった感じのデパートですね、はい、まあ、そういったところでもともと扱われた商品が、うん、まあ、売れなくてとか、あと返品されてとかっていうのを扱ってる実は業者と我々実はつながりがあって、はい、まあ、そこにも実際に行かせていただいて、先日もですね、はいはい、倉庫に行ったら、もう本当現地のまあ、パートの、はい、方とかがもうこう仕分けしたりとか、はい、もうしてるとこがあって現場見てるんですけども、はいはい、まあ、そこでもですね、そういった商品がもう捨てられそうになってる商品とかがあったりします。そういったのも今実は輸入させてもらって、まあ、日本市場でという感じでやってます。ちょっと実際に今手元にも商品あるんですけども、ね、ちょっと見ますか。すごい、はい、見た目と違ってすごいまともなことをおっしゃってめちゃくちゃまともにいいことを言ってますけど、はい、これ柳井さんご存知ですか、このブランド。知ってます、はい、知ってます。ミレー、これ、はい、これ僕実はまあ1年ぐらい前かな、古物市場で、はいはい、ここのマウンテンパーカーみたいな、はい、それこそ新品のやつを、はい、5000円ぐらいで古物市場で買って、はい、メルカリで、はい、すぐ1万5000円とかで、ああ売れる、多分売った記憶あります、はい、ちなみにパーカーもありますこんな感じ。パーカーもあるんですか、はい、こんな感じ。新品のこれ、はい、日用品新品ですね。レディースですね、はい、これレディースかキッズかどっちかですかね。だって定価が送ったやつなんか、はいはい、うん、6、7万とかしましたよ。あ、結構高いです、はい、高いですよね。これちょっと札ついてるんですけども、これ札がついてて、あ、これついてますね。え、はい、ウォン、これウォンです。あ、まあ、そんなに韓国で売られてたもんなんで計算できない、計算できない、はい、ウォンなんですけども、見えますか、189,000ウォン、はい、はい、まあ、約10分の1ぐらいが日本円っていう感じなんで、はい、まあ、このパンツですね、はい、10分の1、はい、1万8000円、まあそうですね、2万前後という感じの商品です。定価が、はい、これです、はい、まあ、こういうやつとかも、はい、まあ、本当廃棄寸前で、はい、もうなんていうんですか、燃やさる寸前みたいな感じですよ、はいはい、なんでちょっとまあ、かなり格安で、はい、まあ、我々の方で仕入れさせていただいてるんですけども、はい、柳さんも売ったことあるよっていう感じだと思うんですけど、はい、これざっくりいくらぐらいで売れそうですか。いや、まあ、はい、でも
下手し半額ぐらいで売れちゃってもおかしくないから、はい、まあ、時期の問題もあるけど、まあそうですね、はい、ね、2万円ぐらいなんだったら、そうですね、1万とか前後とか、はい、とか売れてもおかしくないですよね、はい、という感じですよね。そんな感じで売れてるようなこの商品も扱ってます。はい、まあ、ということでですね、まあ、我々、まあ、日本の方での廃棄商品だったり返品商品だったりとかも扱ってるんですけども、まあ、今は海外の方も実は取り扱いさせていただいてて、はい、まあ、こんなブランド、まあ、こんなブランドって言ったんですけども、まあ、ミレーとかって、はい、なんていうんでしょう、日本でも全然人気のブランドじゃないですか。そうですね、はい、で過去扱ったことあるとかで言うと、あとはコロンビア、はい、とか高いっす、ね、結構高いです、はいはい、まあ、とかそういったものもあるんですけども、はい、まあ、そういったものとかも、まあ、そういった韓国のデパート系からの、うん、まあ、その要は、もう廃棄になるような商品とかっていうのも取り扱いさせていただいて、日本 の、 代理店が入らないということですよね、はい、タグには。あ、そうですね、なんで基本的に並行輸入品っていう感じになりますね、はいはいはい、っていう形になりますけども、まあ、でも並行輸入品でも全然ね、そのメルカリとかでは販売というふうにしていただける商品かなと、まあ、ちゃんと正規のものっていう。そうですね、はい、もちろんです、はい、ですね。でその辺のルート証明とかっていうのももちろん、はい、買い付けの等から僕たちが取ってる商品なので、はいはい、例えばなんか偽物が行くとかっていうことは、はい、まあ、一切ないと。あ、そこは、ね、心配ですか、ね、はい、っていうかですね、大規模に輸入していくとそもそも偽物だったら税関が取んないんですよ、はい、でこの税関のチェックってかなり実は厳しくて、はいはい、本当そこの大元のルートからのそのルート確認絶対入るんですよね、はいはい、なんでその、まあ、ミレーとかいうとミレーの本社とかコリアの本社とかに確認入って、こんだけ今輸入されてますけど、ね、あ、なるほど、大丈夫ですかとかって言って入るんですけど、そのちゃんと通しているという感じ。じゃあここにある時点で、はい、うん、まあ、ちゃんとそうです、ルートを、はい、そうです、そうなんですよ。これね、実は偽物を輸入するって結構難しいんです。逆に、あ、そうですね、逆にもう開けられてみて大丈夫かってなったらちゃんと書類出さなきゃいけないので、はいはいはい、なんで、まあ、そこは安心していただければという感じですね、はいはい、まあ、こういった形でですね、はい、まあ、国内だけでなくですね、うん、海外の、まあ、そういった返品だったり、まあ、本当に廃棄されるような商品とかをでもまだまだ欲しい人はたくさんいる、はい、っていうような商品を取り扱い、はい、させていただいてるというような感じですね。いや、ぶっちゃけこれミレーとかだったら、はい、うん、もう僕だったら、うん、そのもう買えるだけ買いたいみたいな感じになってくるんですけど、そうですよね、どういう感じで販売してるんですか。あ、わかりました、はい、で、はい、これ、まあ、僕たちの販売形式はですね、はい、基本的に本当にいろんな商品が集まるんですよ。あ、こういうの、はい、まあ、こういった、はい、ブランドのアパレルとかもありますし、まあ、さっき言ったアウトドア系だったりとか、まあ、おもちゃだったりガジェットだったりとか、本当にあえてものが集まってきます。で、単価も正直まちまちです、はい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 、もう数百円のものから数千円、はい、数万円のものもあるということで、うん、一個一個正直下ろしていくってことになると正直もう一個一個値付けしなきゃいけないじゃないですか、はいはい、でなるともう手間がかかりすぎてしまうと、はい、いうことがあって、まあ、実はですね、もうボックス販売を実はさせていただいてて、まとめ売り、そうなんです、はい、まとめ売り、まあ、福袋みたいな感じです、簡単に言うと、はい、っていう形式を、はい、まあ、それがさっき言った e ボックス、はいはい、そうなんですよ、っていう形式で、販売をさせていただいてて、はい、まあ、例えば1枚のボックスとか2枚のボックスみたいな形で用意させていただいてて、はい、で、まあ、ボックス単位で買っていただいたら、うん、まあ、その中に商品が複数入っているという状態、はい、でそのまあ届いた商品を開けていただいて、はい、まあ、各自、はい、どこでも結構です、本当メルカリだろうがヤフオクだろうが、はい、基本的に反論規制とかないので、はい、売っていただいても結構です、まあ、はい、人によってはですね、巷のフリーマーケットで自分で開いて売ってるみたいな人もいらっしゃいますし、はい、いらっしゃいます、はい、実際にいらっしゃいますし、ああ、売り方じゃ好きにしてください、売り方も好きにしてください、はいはい、ですね、まあ、どこで売ろうが基本的にもう自由ですよ、なんか本当友達に売ったとか欲しいとか、なんなら自分が欲しかったから使っちゃったとかっていう方もいらっしゃいます、ぶっちゃけいいものだけ自分で売って、はい、それこそ、うん、低単価だな、めんどくさいなと思ったら、はい、うん、僕みたいに小物市場で売るっていうのもあると思うんですね、はい、あ、なるほど、問題ないです、はいはいはい、でも、うん、福袋って言ってるってことは、はい、まあ、外れもある可能性があるってことですよね。なるほどですね、まあ、外れ、まあ、これは基本的に仕組み上ないようにしてます。あ、そうなんですか、はい、そうなんですよ、で、まあ、もちろんですよ、もちろんその、渡させていただくボックスによって、うん、ある程度の当たり外れっていうのはあるんですよ、はいはい、ただこれ買われる方の立場からしていやいや大外れ、いや、そうですよ、まあ、つまり一番最悪なのが買った金額より割っ
ったとか、はい、要は、1万円で買いましたよなって、うん、まあ、1万円で買ったけど売って手残りが残ったら5000円しかなりません、はいはい、8000円しかなりませんでしたら、はい、まあ、5000円の赤字、2000円の赤字みたいな感じじゃないですか、はいはい、っていうことはまず絶対に起きないです。あ、そうなんですか。はい、もう 僕の YouTube で言ってるんで、うん、僕の信用に関わってきますね。はい、そうですよね。その辺めっちゃ重要なんですけど。はい、わ、はい、かりました。ちょっとそのあたり説明していきたいなと思うんですけども、はい、まあ、そもそもとしてですね、あの想定のじゃあ利益いくら取れるんだっていうところだと思うんですけども、はい、まあ、想定利益としては、大体僕たち目安として150%から 180% 前後っていうのは平均。はい、平均利益として150から180%。例えば、まあ、分かりやすく1枚のボックス買いました、はい、ってなった場合に 150% ってことは要は販売して手残りですね、手残り販売額じゃなくて、あ、はいはいはい、例えばメルカリで売ったらメルカリ手数料、あと送料かかります。あ、送料で、なんなら梱包も、ね、費用がかかる時もある、はいはい、そういった、まあ、あの経費ですね、手数料、はい、送料、梱包費用とか引いた手残り、はい、手残りで、はい、はい、手残りとして150から180%っていうのが一応想定の利益と。1万円だったら1万5000円から1万8000円になって返ってくるっていう感じですね、はいはいはい、っていうところです。でこれは一応平均想定っていう形になるので、はい、もちろん上もあれば下が出る場合もあるんですよ、はい、で上で言うと、まあ、それこそそうですね、もう1個の商品で1万円で販売して、うん、例えば10個20個とか入ってるんですけども、はい、1個の商品がもう2万で売れちゃったとかっていうケースも、もうそれでじゃあ、はい、そうですっていうケースもあって、はい、でそんな商品が出たら、はい、それこそなんだろう、ワンボックスで 200%、300% 出る場合もあります、はいはい、ただ想定平均としては大体我々としては150から 180% を想定して、まあ、ご提供させていただいているっていう感じですね。すごい、本当ならすごいですね。ありがとうございます。めちゃくちゃ疑ってます、ね、一応ね、はい、まあ、そうですね、僕視聴者様の代表が、はい、あ、そうですよね、はいはい、代表なので、はい、疑ってかからない。そうなんですよ、はいはい、でその、うん、さっき出たその1箱の中には20個ぐらいが入っていると、うん、さっきおっしゃってましたけど、はい、1箱の中にはそのぐらいが入っていると。そうですね、まあ、入ってる数って、まあ、決まってるわけではないんですけども、はいはい、例えばまあ1万円のボックスを買っていただくと、まあ、平均的に10個前後、まあ、10個から15個ぐらいが入るから、ちょっとそれはですね、本当商品のその時のあの我々が取り扱っている商品のあのなんて言うんでしょう、ラインナップとかって、まあ、その月によっても、はい、入荷してくるものが全然バラバラなんですよ。はい、なんであの変えてます。ただ、結論は、買っていただく方が販売した時に150から 180% が想定出るよねっていう状態で詰め込まさせていただいているってことをやってるという感じです。で大体入るのは、まあ、1万円だったら10個から15個前後、2万円のボックスだったら、まあそうですね、15個から30個前後ぐらいになっていくかなという感じですね、はい、そこの中にこのミレーとかが入ってる可能性がある、まあ、そうですね、はい、というかその、うん、利益ベースでそうなるように組んでるってことですか、うん、そういうことですね、はい、これまずぶっちゃけあの、はい、まあ、代表なので聞きますけど、はい、これ答えられるのかな、はい、ちょっとわかんないですけどなんかめちゃくちゃ怖いんですよ聞いちゃいますけど、はい、なんで自分で売らないんですか。あ、これは単純にですね、はい、もう量が圧倒的に多いからです。あの、はあ、ね、もう、これまあぶっちゃけ言うと自社の販売してるのかっていう話をすると、はい、してる部分もあります。あ、やってもいいんですか。はい、これはどっちかというとテストの方をやってます。だからいい商品だけを売ってるとかでは全然なくて、はい、むしろ売れるかどうか分かんないよねとかをテストで売ったりしてます、はい。で、はい、ぶっちゃけですね、あのいい商品とかっていうのはもう本当、うん、これを買っていただくお客さんの方に入れてるっていう、まあ嘘だって。いやこれ本当にそうなんですよ。そうですね。はい。じゃ売ってもいるわけですね。そうですね。まあ一部あのテストで、まあ、売れるかどうかだったって、要は我々も分かんない商品を入れるわけではいかないっていうのはやっぱりあるので、はいはい、一回ちょっとテストしてみて売れたら、まあ、これラインナップに入れてこうみたいな感じのテストっていうのはしてるっていう感じですね。あとはもう本当にもう商品の数が多いんで。じゃあこれを自社だけでさばこうと思ったら、例えばですよ、あのメルカリでさばこうと思ったらメルカリアカウント何万人いるのとか、はい、いるのっていう話、同じ商品ばっかり出ちゃうとか。そうなんですよ。なのでであればもうこれはあの売っていただく方っていうのがあのいた方がもう我々にとっては得という感じになるという感じです。まあ、次から、はい、
次に案件が来た時に受けられなくなっちゃうみたいな、うん、そうですそうです、はい、もう自社で販売できるものってやっぱ限界がある、まあ、特に同じ商品をずっと長く売るとかだったらそれこそ楽天とかでページ作って、はいはいはい、あのページを育てていくみたいな感じができると思うんですけども、とにかくもういろんな種類の物量がそうなんですよ、種類が多すぎて、種類が多い商品を売るっていうのはもう大変じゃないですか、まあ、この業界は個物業界そうなんです、そうですね、はい、という形なので、じゃあ売っていただく方を、まあ、募集してというかっていう方にあの提供していくっていう方が我々の商売としては効率がいいと、で外注してるようなイメージ、まあそういうことですね、なるほど、はい、という形になるというところですね、で、はい、さっきの話だと、うんまあ、上行っちゃう場合もあるし、うん、その買ってもらった1万円とか2万円の箱の金額よりも下に行っちゃう、安くなっちゃう可能性もあると、はい、いうことで、はい、そこで出てきた話が、はい、利益保証してるよっていう話を聞いたわけなんですけれども、そうですよね、はい、これは見逃せない話というか、そうそう、これをスルーッとね、そこ重要ですか、話さずに行くことはできないかなというところなんですけども、はいはい、そうなんですね、下に行く場合っていうのが、はい、あのもちろん僕たちあのそのボックスを組むときに、うん、まあ、あのまあそれないように組んでるんですけども、これが発生する場合っていうのはどうしてもあったりすることがあります、まあ、っていうのが例えば今回のその商品って返品されてる商品っていうところで、はい、ある程度の一時チェックとか検品っていうのはもちろん外観チェックとかはしてるんですけども、どうしても例えば不良の商品があるとかっていうことってあり得るんですよ、はい、なんで売る前に皆さんの方で検品チェックした時に動作しないとかっていう商品が当たる場合もあります。じゃあ動作しない商品があって、じゃあ結局利益が割りましたとか、はいはい、っていうことがあると思うんですけども、その場合要は、想定が150から180%ってことがあるんですけども、なんとですね、利益が割った場合はもちろんなんですけども、割らずとも例えば 130% の利益が出てない、はい、まあ、つまり1万円で購入したけど1万3000円になってないっていう状態だったならば、はい、追加で無料で商品をお届けしますっていう保証サービスをやってます。はい、なんで利益 130% が、まあ、取れるっていう、まあ、利益 130% 保証っていうのは実はこのeBOX の中ではサービスさせていただける、はい、取れなかったらどうなるんですか、お金をくれるんですか、あじゃなくて商品を追加で、はい、送らせていただくっていうところで、はいはいはい、例えば、1万円で買ったけど、まあ、本当1万ちょうどでしたよと、はい、損はしなかったけどトントンですと、はい、私の労力どうしてくれるんだと、はいはい、いうことになりますけども、はい、じゃあ、最低 130% 以上になるように追加で商品、例えば、まあ、この商品とかを追加で送りますよみたいな、はいはいはい、で、まあ、この商品が届いて売っていただければ、はいはい、まあ、例えばこれでいくと多分5000円とか6000円で売れると思うんですけど、す、ね、はいはい、で売っていただければ 150% とか届きますよね、はいはい、っていう形で、保証させていただくっていう、あ、じゃあ全然130超えちゃう保証の場合があるんですか、はい、130% は最低です、最低で、はい、130% 切ってたら追加で商品を、すごいんですけど、はい、送りますよっていうサービスです、はいはいはい、なので、はい、仕入れた商品が130割る、うん、もしくは100切るっていうこともまれにあります、はい、さっきの不良のがちょっと、あれってどれぐらいあるんですか、100件あったら、100件あったら過去の実績値でいうと 5% ぐらいです、ね、ああでも、まあ、あるはあるんですね、はい、まあ、これ正直ベースでお話しすると 5% ぐらいかなと、はいはいはい、実際に、まあ、今のお客さんが申請もらうこともあるんですけども、うん、まあ、5% ぐらいかなという感じです。なんで絶対ないとはこれは言わないです、はいはい、実際あったこともあるのでありますけども、はい、その場合は商品を追加で送らせていただいて、それを追加で販売して、それでこれ届いたらなんか割った方がラッキーになりますけど、はい、まあでも結局は、ね、想定利益の150から180%に行くっていうことになるので、はい、まあ、お約束通りのところになるんじゃないかなっていうような感じの、面白い、はい、ことをさせていただいているという感じです、はいはいはい、じゃあ、どういう商品があるか、うん、はい、見せてもらうことできるんですか、なんかイメージ、はい、まあ、今ねこの商品だけど、なんかここ全部これだったら最高なんだけどこれだけじゃない商品もたくさんいます、はい、で、まあ、倉庫が実際にあるので、はい、倉庫の現場見ていただければ、はいはいはい、どんな商品があるかっていうのを見ていけるので、はい、ちょっと倉庫行きますか、あ、行きましょう、はい、はい、じゃあ倉庫に行っていきたいと思います、あ、お願いします、はい、はい、ということで倉庫、はい、来たんですけれども、はい、はい、そうですね、ここが、まあ、倉庫の一部ですね、そう、こっちはちょっと企業秘密的な感じで
はい、向こう側見せられないそうなんですよ、まあ、本当倉庫の5分の1スペースかなぐらい、はい、めっちゃ広い倉庫なんですけど、はい、そうですね、向こうの方には段ボールが山ほど山積みになってます、はい、はいはい、見せられないそうなんですよね、はい、はい、ということなんですけども、はい、でちょっとまずですね、我々のこの倉庫でどういう作業をしているかっていうところなんですけども、さっきあのまあ利益保証があるよと、でそして想定利益が150から180%出ますよってあると思うんですけども、はい、これ適当に詰め込んでたら、いやそうですよね、そうそう、安いものもあります、はい、どうなんだって話です、はい、まあそうです、本当に数百円のものから、はい、まあ、数万円のものまで、まあいろいろある中で、はい、これ適当に突っ込んでたら、はい、そうならないわけですよ、はいはいはい、なんであの僕の方の倉庫で何をしてるかっていうと、要はこの、仕分け作業っていうのをめちゃくちゃやってます、はい、ここで、はい、まあ、ここに命かけてると言っても過言じゃないぐらいですね、はい、まあ、この倉庫でやってるっていう形なんですね、はい、でまあ、どういう区分けをしてるかっていうと、まあ、S から C っていう形で実は分けていまして、まあ、これ手残りですね、まあ、さっき言ったあのメルカリの手数、まあ、メルカリで売る場合はメルカリ手数だったり送料、これ基本的にはメルカリで販売していくことを想定してます。でそこでメルカリ手数料だったり送料を引いた自分のところにいくら残るのっていう手残りですね、それによってランク付けさせていただいて、まあ、S、A、B、C っていうふうに、はい、あの振り分けをさせてもらってます、はい、まあ、つまりこの倉庫の中で、まあ、うちのですねスタッフ、まあ、パートさんとかが本当に一個一個調べて、はい、これどのぐらいで売れるなと、どのぐらい手残りするなっていうのを、はい、全部、はい、全部やってるんですか、全部分けてます。で分けてこれちょっとですね色があるじゃないですか、はい、はい、赤、青、黄色、緑というのがあるんですけども、商品に一個一個このシールを貼ってます。なるほど、貼ってるという仕分けしてる感じですね。そうです、仕分けしてこのシールを貼ってるっていうことをやってます、はい、でこのシールの、で大体どのぐらいの額になるかって分かるので、これを、まあ、その先ほど言った150から180%の想定になるようにボックスを組んでると、なるほど、いうようなことをやっているというところ、はい、それで保証ができるということですね。そういうことです、はい、まあ、まあ保証と想定ができるという感じになってます、はいはい、で実際ちょっとここの現場ってどういう現場かっていうと、はい、まあ、このまさにこの S から C の商品を、相当された状態のやつを、まあの現場なんですね、はいはいはい、なんでまあちょっとそれを見ていただくのが一番いいんじゃないかなというふうに思います、はい、この辺りがですね、はい、山積みになってますけども、緑のラベルが多分貼ってると思います。なんでランクとしては一番下のランク、安いやつ、はい、安いやつですよ、はい、なんで、まあ、手残りとしては400円以下みたいな感じになるので、まあなんかこんな試乗品とかがあったりとか、はいはい、あとはなんかこういうガジェット系でこういうなんでしょう、ケーブル関係の商品とか、はい、こういうアダプター系とかですね、はいはい、あのコネクターですね、はい、あったりとか、はいはい、もう本当ありとあらゆる商品がありますけど、まあ、この辺は全部、まあ、手残り400円、まあ、以下ぐらいの商品になればな、まあ、想定としては販売が、1000円、それぐらい売れるんですね。メルカリとかで行くと、はい、まあ、1個500円から1000円ぐらい、はい、で売って、まあ、こういうのって、ね、送料とかってどうでしょう、軽いんで、それこそ定期外とか出せば140円とかいう、なんだっけ、ゆるメールじゃなくて、ゆるメールとかでみたいなやつ、はい、とかで出す、最近やってないから、はい、ね、安いやつですね、はい、まあ高くても200円、本当安い方法で出せば140円ぐらい多分出せると思います、はいはいはい、なんでまあどうでしょうかね、700、800円とかで売っても手残りが、はい、まあ、500円ぐらい出るかなみたいな、まあ古物市場でもよく見かけるタイプのやつですね、そうですね、まあこれなんかまとめて売ったりもしてると思いますけど、個別、はい、で売ればそのぐらいになるかなみたいな感じですかね、はい、これが緑ですね、はい、この辺が黄色なので、まあ B 商品、まあ400円以上1000円未満みたいな感じですかね、手残りでいくと、手残りでね、はい、そうですね、はい、でこれとかはもう完全新品ですね、はい、これは返品商品っていうか処分商品、まあ、フリー在庫みたいな、そうですね、ですか、はい、これは何だろう、美容液かなんかですかね、はい、これはアマゾンで2000円ぐらいで売ってるからね、まあそういう商品があったりとか、はいはい、ちょっとコスプレ系のやつがあったりとか、ああ、はい、これもセクシーだ、そうですね、アマゾンで、アマゾンじゃない、メルカリとかでどうでしょう、1500円とかぐらいで売れる、これもそうですね、あのコスプレ系の商品ですかね、はいはい、とかがあったりします、はい、あとは他にもちっちゃい USB へ、はい、これもそうですね、おそらく1000円から1500円ぐらいじゃないですかね、はい、もう全部あのチェックしてますので、はい、はい、
これはですね、多分なんか野菜の野菜洗い、そう野菜洗いみたいな、まあ、ちょっと欲しいかも農薬的なものでしょ。そうですね、もうなんか欲しいが、はい、個人的に欲しい、はいはい感じですかね、はい、まあとか、まあ、この辺の C 商品っていう感じですかね、はい、はい、っていう感じです、はい、この辺が、A 商品っていうのは手残りでいくと1000円から2500円ぐらいという感じの商品です、はい、でそうですね、今だとちょっとなんかおもちゃが入荷してて、めっちゃ良さそうな、はい、おもちゃいっぱいありますよ。おもちゃいっぱいあります。しかもこれ結構古いおもちゃです。多分今市場で手に入んないみたいな。これなんだけど、ゴーカイジャーです。ゴーカイジャー。あ、メルカリ1990。あ、そうです。まあ、こんな感じでですね、もう全部チェックしてます。これが利益の方ですか？売価。これ売価だったんですね。はい、売価で1990円とかなんで、まあ、A が1000円以上で1500円以下って感じなので、まあ手数料とか引いても1000円ちょっと入ってるっていう感じで A になってるっていう感じだと思います、はい、まあ、手残りで大体 A でいくと1000円から2500円の商品っていうのが、まあ、ここで分けられてるっていうような感じですね。これ仮面ライダー。ちなみにこれポケット一番くじって多分めっちゃ古い一番くじじゃないですか。え？そんな昔からあったんですか？わかんない、ちょっと僕も見たことないですけど、え、はい、これ知ってます？ちょっと僕知らないじゃん。知らないっすよ。僕も知らないですけど、はい、でもうちのスタッフが調べたらメルカリでは3000万円で買えたで売れてるってことです。そうですね、まあ、送料かかっちゃうことだけど、そうですね、まあでも送料引いても3500円で売ってれば A なんで手残りが1000円から2000円ぐらい。ああ、なるほど、一応、はい、なので2000円ぐらい取れるかなぐらいで、ね、嘘では、まあ、2000円ちょっと嘘では、ね、いやもちろんちゃんとしっかりやってます。はい、なるほど、という感じです、まあ、ここが要は A でこういう商品ですよという感じです、はい、で次ここが S っていう感じなので、はい、まあ、手残りで2500円ぐらいの商品が、まあ、1万5000円とかありますよ。はい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 、1万5000円、これはレトロな結構おもちゃですか。レトロっぽいですね、すごいですね。これ下手したらこれが1個だけ届くっていう可能性もあるんですか。ああまあそうですね、場合、まあ1個だけになるってことはまあほぼないです、ね、一応保険をかけて、まあそうですね、という感じになるかな。まあボックス1個になるってことはほぼほぼないです、うん、あとさっきのなんかミレです。あ、ミレ、はいはいはい、とかがあったりとか、はい、まあ、この辺今ちょっと本当にたまたまあのおもちゃがめちゃくちゃ入荷してるっていう状態ですかね。いや僕1万3000円、はい、はい、こんなもんですね、はい、これ1万円電子ピアノですかね。あ、折りたたみの、はい、だと思います。あ、そうですね、折りたたみの電子ピアノとかですかね。はい、これは、あ、これすごいですね、こっちのパッケージのこれ見たらこれが1万円ぐらいで売れるんですか。これ、あ、そうですね、ここ書いてあるので1万円ぐらいで売れてます。へえ、はい、分かんないもんですね、後ろ中国語が、はい、書いてるけどそうですね、はい、まあ、低単価の商品から、まあ、高単価の商品を、まあ、分けているというところですね。なるほど、はい、で、まあ、150から180パーになるように、まあ、ボックスを組んでいるという感じになっているという感じです。これが届くと、そうですね、はい、まあ、これを、まあ、箱に今詰めさせていただいて、まあ、商品が、まあ、届いていくというような、まあ、そんな感じのイメージですね、はい、でも入ってくるのは本当にその時入荷するものじゃなくて、今はあのおもちゃが多いですけども、はい、まあ、時期によってはアウトドアの例えば、テントとかカーフとか、そういうのが入ってくる。それが届くんですか。あ、まあ、あ、でもテントって このぐらいですよ、この持てるぐらい。あ、そうなんですか。あの畳めばなったりとか、はい、あと寝袋とか、はい、そんなのが入ってきたりする時もありますし、はいはい、なんでちょっと入る時期によって、まあ、ちょっと、まあ、ジャンルは様々な、はい、今たまたまおもちゃがめっちゃ入ってるっていう感じですかね、はい、はい、そんな感じで、ありがとうございます。まあ、ポイントとしては仕分けをしてるっていうのがすごくポイントだと思います、ね、はい、じゃないと僕らも仕分けしてないとやっぱさっきの自信持ってまあ想定利益で150から180パーになるって言えないんで、はいはい、っていう形ですかね。そこは一番大変なところなんで、はい、強めにそうですね、押して頑張っております。はい、僕じゃないですけども現場のスタッフが、頑張ってすごいですね、はい、そうなんですよ、はい、してるっていう感じですね。わかりました、はいはい、ということで倉庫見させていただいたんですけれども、はい、じゃあ今日言ってたことは、はい、全部真実であると。ちゃんと真面目に言っていただきます。平均が 150% ぐらいで、まあ、仕入れ買ったら、はい、箱を買ったら 150% ぐらいになって売れる、150から 180% で売れる、はい、
そして 130% の最低保証、利益保証、はい、そうですね、してくれると、はい、そうね、いうことを信じていいわけですね、はい、そうですね、そういう体制でやらせていただいてると、見た目に違ってこう真面目にやられてるということが、はい、一応僕は分かったから、ちょっとどう伝わってるか分かんないですけど、そうですね、はい、伝わってると嬉しいなと思います、はい、でそうなってきた時に、じゃあ購入してみたいなと、はい、思った時はどうすればいいですか、はい、なるほど、購入したいと、はい、そうですね、ここまで紹介してというところだと思うんですけども、うん、はい、じゃあちょっとせっかくなんで、まあ、この柳田さんの動画を見ていただいた方専用のちょっと購入サイトっていうのを用意させていただきたいなと思います、はいはい、で一応先ほどですね、まあ、僕の価格が1万円とか2万円という形でお伝えしたんですけども、ちょっとこれ語弊があるかなと思ったんですけども、常に1万円と2万円で売ってるわけではなくて、はいはいはい、ちょっとやっぱりその入荷がどんな商品が入っているかっていうところにもよって、僕の価格についてはちょっと前後する場合はあります。ああ、はい、まあ、例えば1万1000、1万2000になったりとか、はい、逆に8000、9000になったりとかで、まあ、高い方の価格が、まあ、2万円じゃなくて2万2000、2万3000になったりとかっていうところの前後はありますけども、まあ、ただ、ルールは一緒で想定としては、はい、150から 180% の想定利益、うん、で、はい、まあ、最低保証として 130% の保証がつきますよっていうのはどの価格帯になっても、はい、まあ、一緒という感じでご理解いただければなと思います、はいはいはい、なのでじゃあちょっとこれ、専用の柳田さん専用の購入サイトを作ってまたご案内しますので、はい、それをどうしましょう、このリンク概要欄とかに貼っていただいて、貼ってるから、そこから行って買えばいいってことですか、はい、そうですね、はい、なんか登録しなきゃいけないとか、はい、入会金が何十万必要ですよとか、はい、そういうのはなしで、はい、という形で、はい、まあ、購入、はい、していただいてという感じですかね。じゃあ買えばいいってことですね、まあ、購入して売っていただければ、はいはい、いいかなとは思いますので、はいはい、買った後に、はい、じゃあ金額いかなかったよってなったら連絡すれば分かるようになってるんですか、はい、そうですね、まあ、そこ の, まあ、倉庫の方で我々その辺の体制やってますので、まあ、何かあった時 の, です、ね、倉庫ラインっていうのをご用意させていただいて、はいはい、まあ、そういったことがあれば倉庫ラインの方にご連絡いただいて、はい、まあ、保証を受けていただいたりとか、はい、していただければなと思います。あ、ラインがあって、そうですね、サポート的なことですか。そうですね、まあ、そこも専用 の, はい、なんだろう、走行ラインみたいなやつを作らせていただきたいと思いますので、はい、あ、じゃあ購入ページから行けるようになってるみたいな感じですかね。そうですね、はい、購入ページの方にも載せたいと思いますし、はい、まあ、あと概要欄の方にも、ああ、じゃああれだったら、はいはいはい、あ、じゃあ今回のことに関しての質問とかもそこに送れば回答していただける感じですか、はい、そうですね、はい、もし何かあればそこでご質問いただければと思います。すごい、買えばいいってことですね。まあ買って売ればまあ利益を取るためにちゃんと売れば、はい、買ったら買っただけ、はい、儲けが出るよってことなんですね。そうですね、はい、本当、はい、ただもちろん実践しないと、はい、もうそれは利益が出ないんで、ね、出品するのが面倒くさい、はい、はい、まあ、出品はね、前回お伝えした、はい、何でしたっけ、フリマワン、はい、こっちを使っていただければと思います。これも押してるわけですね。そうですね、まあ、これでも本当2つセットに、まあ、もともとフリマワンっていうのはこのサービスをするために作ったっていうのは実はあります、はいはいはい、なの で, で、まあ、これはセットで使っていただくのが、まあ、一番、はい、ね、最大のパフォーマンスを出していただけるんじゃないかなとは思います、はい、なるほどね、はい、ちょっと騙されたと思って、はい、僕も買っていいんですか。あ、もちろんです、もちろんです、はい、本当ですか、はい、むしろぜひ実践していただけると嬉しいなと思いますあ、買ってみようかな、はい、ぜひぜひ、はい、だって買えば 買うだけ利益が出る、はい、ですからね、まあ、買えばで買って売ればなくなるんですよ、もちろんそうなりますよね、はい、そうですね、買って売っていただければ、はい、ぶっちゃけ古物市場行って、うん、セリーに参加するのが苦手とか、うん、はい、仕入れが不得意っていう方も、うん、はい、これだったらまあ一応保証付きで、そうですね、あ、でただ一応ですね、我々のこの保証については、はい、基本的にフリマ、要はメルカリ市場で販売していくことを想定した利益保証になってます。例えば、なんで、はいはい、まるっと買ってきたやつをまるっとも古物市場でボンって売りましたと、でその時に130いきませんでしたよとかになった場合は、ちょっとそこは前提がちょっと変わってきてしまうんで、ね、一応この 130% の保証対象としては基本は、はい、まあ、フリマ市場、メルカリ市場とか、はい、メルカリとか、まあ、ペイペイフリマとかラクマとかで、はい、まあ、売っていただくことを想定しているところだけご了承いただければ。フリマアプリなら OK ってことですね。あ、そうですね、基本的には、はい、そうですね、まあ、はい、古物市場でパッと売ろうなんて僕ぐらいしか言ってませんから
まあでも一部の商品、あのもうめんどくさいから個物市場でとかでも別にありだとは思います。はいはいはい、その回その、はい、それを保証のあれに持ってくるのよ、ね。そうですね。なんかそうですね。っていう形にはなるので、基本的には、はい、あのまあフリマ市場でっていうところを想定とした、はい、あの価格というかその想定値を僕たちとしては作ってるっていう形になるとこだけご理解いただければ。わかりました。はい、はい、じゃあ買ってみよ見たいと思います。はい。ぜひお願いします、はい、嘘だったら直接そうですね、まあコメント欄、はい、まあ、僕に言われても困るんで、はい、嘘だったら直接 LINE で言ってください。わかりました、はい、本当だと思いますので、はい、多分、はい、ということで、はい、買わせていただきます。わかりました、今回はありがとうございました。はい、ありがとうございます、はいはい、引き続きあれだったら、はい、僕追って動画撮りますから、どうしたかみたいな、ですね、どうなったかみたいな、ぜひぜひお願いしたいです、はいはい、なので引き続きよろしくお願いします。はい、わかりました、はい、では、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Of you makes me dizzy, and when you're gone, I miss your face.